これぐらいの長さとか、ここで、あ、なんか触覚、この後元気に森の中に帰れる持ち方はピコ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 あ、持てた、あ、入るか入る一番ビビっとる、あ、いけた、ひっくり返った、ずっとひっくり、あー、逃げた、捕まえて、セミの抜け殻のお腹側を見るとこうなる、メスだよ、ちょっと開けて、 OK 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 OK、 入れた、よかったね、よかったね、むっちゃかわいい、一気に外れてるやったやん、だって早いの、頑張ってそこ興奮させないでよ、持とうとしてんだから、いいの見つけましたね、すごい、すごい、チャレンジしましょうね、神様が筋肉がすごい、首に巻きたい人、はい、いやいやいや、なんかすごい、すごい、開けて、ハチマキ、はい、ゴージャスだよ、顔がすごい、顔がすごい、どんな感じにつけた感じは、え、なんかぬるぬるぬるい、逃がしちゃうよ、これさ、持ち方があってさ、カニはドリームか、うわ、痛い、絶対なる、このような体験をありがとうございました。虫が触れない2人が初めてバッターとトカゲとヘビ触れたので、それは非常に良かったと思います。近くに住んでるんですけど、ちょいちょいこっちも来てるんですけど、新たな発見があって、兵庫県で山に囲まれて暮らしてるんですけど、なかなかあの普段トカゲとかああいうの触る機会がなくて、非常にいい経験になりました。ありがとうございました。